坂本聖衛門坂本聖衛門は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。1879年、高知県高岡郡宇佐村に生まれた。1899年11月、陸軍士官学校を卒業し、翌年6月、不評少尉に任官。1911年11月、陸軍大学校を卒業。 1920年8月、陸軍兵器本省付となり、1921年4月、不評大佐に昇進。同年7月、不評第55連隊長に就任。1922年8月、第8師団参謀長に転じ教育総幹部第一課長に移る。1925年5月、陸軍少将に進級し、第3師団司令部付となる。 1926年3月、不評第5旅団長に就任。陸軍不評学校付、同校教育部長、陸軍士官学校長を歴任。1930年8月、陸軍中将に進む。1931年8月、第6師団長に親保され、満州事変時に熱火を攻略して武功を挙げる。1934年3月、対面そして、 予備役編入となり帰郷。同年4月、訓一等旭日大受賞を受ける。1942年2月27日、64歳で死去。ありがとうございます。